お願いします。1分前後ぐらいで全体で収まればいいかなと思うんで、はい、持ってて、うん、でそこに、オズワルドのお二人が、うん、あのでっかいのを棚を持って入ってくる、うん、そこからスタートします、ね、うん、はい、で大体こういう流れでやりたいんですが、ちょっと信じられないかもしれないですけど、はい、やりたくないです。信じられない。嘘だやば、つなぎ切る前に言ってくださいよ。そんなタレントだったら、つなぎ切る前に。じゃあ早速、はい、中で芝居やっていきます。よろしくお願いします。出てこうと扉が閉まって出てこう、扉が開くとか、開くって、開いたらきっかけってこと。そうですね、チームじゃなかった、はい、よかった、はい、じゃあ開いて俺が出て、俺らが下くぐって出てくまで、持ち上げてもらっていいですかって、俺がちょっと上げたら、はい、下をくぐってくで入ってきたんで、おっ、そうです、そっちの角、ここで働く方がこちらに行く。でこの時に、ちょっとこの閉めるボタンを、はい、絶対俺がそこに来て、はい、で絶対俺が閉めるボタンを押さないの。先輩が入ってきたので開けるを押さずに一番奥に入る。これ入り口が後輩伊藤さんが先に入ってきたい。絶対こうするけどな。絶対こうするけどな。ちょっとだけ見えちゃうかも。よっ、はい、はい、よし、はい、はい、はい、ちょっと入れる、はい、よいしょ、行って行って行って、ごめんね、はい、行けるよ、はい、よし、スイッチ、はい、はじめまして。あ、よかったです。すごい。よろしくお願いします。いろいろ聞いて。はい、ちっちゃい頃から見てました。え、はい、おざるどうぞ。はい、すごい運んでるなと思って。あ、ほんと、はい、運ぶんだよ。あ、子供の頃から働きたい。ずっと働きたかったです。あ、そう。昭和の人間でごめんね。今もう令和だから、そういうのはやめた方がいい。あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、なんで持ち上がる。おい、いないよ、ママ先輩の荷物を下くぐってくれ。おい、お願いします。頑張れ、頑張れだね。行けんじゃねえ。逃げろ、逃げろ、出ろ、俺らも出るぞ。あー、しまっちゃう。おい、待てよ、おい。はい、カット、はい、カット、何年の空気ですか。あ、いちいち空気入れて運ぶやついないよ。しまっちゃったからね。調子乗んなよ。C さん入れるとこぐらい、俺が一番いい。まだちょ、なんかもっと調子乗ってたって事件序盤で。もう時間がないと思って切れてる。どこにだよ、ドライブレコーダー聞いてるみたいな。とは思えない。とても CM とは思えない。今の1回目と2回目を混ぜて、はい、ちょっと構成しようかなと思ってるんですけど、はい、1回目と2回目のダメなところを教えてください。よい、はい、よいしょ、せーの、はい、よいしょ、入るよ、はい、はい、繋がってるんだね。ちげえよ、ここがすごいもん。ちげえよ、エレベーターと自分の境目が分かんないから。でも、繋がってなかったよ、ね、これ絶対痛いんだ。なんだその ボケだけお気に入りなんだ。持てろ、置いたら持てって。休め。なんだ、従順なんだ、そいつのお前。
ちょっといいってちょっとどかせよちょっと覚えたらよ。ごめんなさい。もう何が出てきたこの辺からも時代がねそういう時代じゃないから時代とか関係ない。何を回してんの。回して回しちゃってバターになっちゃう。バターになっちゃう。これいらない。これもいらない。ここが一番いらない。一番いらない。ここが一番いらない。後半90秒カットでお願いします。いらない。厳しいですって言わない。はい、モーターはもうここからですか。あ、もうはい、カメラからもう少しここまで突っ込むんです。もうちょい行きましょう。あ、じゃあ、はい、その辺、はい、よー、はい、はい、締めるよ。尊敬の気持ちを出すんですが、それがすごい大きすぎて、うん、逆に窓のものがいっぱいなくて、すごいと思う。で、なんか、すごいちっちゃい荷物しか持ってなかったけど、必要以上。スタート。みんなよく頑張ったね。ちょっと先輩の背中でかすぎましたね。まあ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 。伊藤さんいなかったら、日本の引っ越しなんて一件も成立しませんよ。あ、ちょっと やりすぎだな。すげえな。すげえな、じゃあでもちょっとやりすぎかもしれない。ありがとう。ありがとう。はーい。よー、スタート。いやみんなよく頑張ったね。ちょっと先輩の背中でかすぎましたね。なんとないよ。伊藤さんがいなかったら引っ越しなんて言葉生まれてないんじゃないですか。嬉しくはないかも。あー、すげえよな。すげえよな、じゃなくてちょっとやりすぎだな。はぁ、すげえ。はい、ありがとう。ありがとう。よく最近流行った。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これは、はい、ありがとうございます。一体ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それぞれのイメージカラーで。え？え？それぞれのカラーなのかな。俺衣装の皆さん違う、こう赤？全く関係ないところ。違いました。はい、いいよ。いいよ。閉めるよ。はい。以上。入った。あ、新人？あ、はい。はい。期待の新人です。自分で言わないよ。いや、若い若い令和だね。ごめんなさい、新人なのにちょっとヒゲともみあげがつながってて。まあ、あのヒゲともみあげがつながってないとエレベーターと自分の境界線が分かんなくなるんですか。そんなわけねえだろ。違いますよ、街の皆さんに四時をお知らせしてるんです。時計の針じゃねえよ。時計のね。そっか、あ、そっか、そっか。あ、まあ、そんな仲良くしないです。ごめんなさい、仕事中だから。今日は先輩の引っ越しですか。俺のわけねえだろ。え、軽そうだな、なんか荷物。え、僕、七金礼金運んでます。え、な、その中に。はい。当日に渡すの、これって。箱に入れて重要なもの運ばされてるんだ。お前渡せないよ、引っ越しのバイトに。え、まだあの、午後のパワー。より重くなってんだよ、ちょっと。より重くなってっからよ。持てよ、置いたら。どうしたら、置いたら持てって。休め。なんで従順なんだ、そいつに。お前らちょ、もういいって、ちょっとどかせよ、ちょっと重いからよ。ごめんなさい。なん、昭和のね、人間でごめんね。うん、今もう令和だから、そういうのやめた方がいいよ。うん、関係ない、そんな。電話します。どこにだ、どこにだよ、おい。どこに電話すんだ、行ってみろ、おい。すみません、ちょっと、今、ちょっと持ち上げてもらっていいですか。なんだ、持ち上げたって。おい、いないよ、お前、先輩の荷物の下くぐってくやつ、おい。頑張れ、頑張れ。おい、待て、おい。ちょっと、出ろ、俺らも出るぞ。あ、しまった。生きれば生きるほど、生ビールはうまい。サントリー生ビール。あ、みんなよく頑張ったね。ちょっと先輩の背中でかすぎましたね。なことないよ。伊藤さんがいなかったら引っ越しなんて言葉生まれてないんじゃないですか。嬉しくはないかもな。すげえな。すげえよな、じゃなくてちょっとやりすぎかもしれない。